はいどうも、ノベリオタギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらの子供用の色鉛筆はですね、実際使ってみるとどんなもんなのっていうのをですね、皆さんと一緒に検証していこうと思います。今回ですね、子供の色鉛筆っていろんなね、子供用の色鉛筆でですね、まあ発売されてたりもしますけども、まあ実際ね、あのお値段ってバラバラじゃないですか。まあそれで、まあダイソーさんって言ったらやっぱりね、まあ安いっていうのがありますから、今回もねこちら110円で購入することができるんですけども、じゃあ110円のクオリティってどんなもんなんだろうっていうのがですね、すごく気になったので、僕はですねちょっと購入してみました。どこが子供用の色鉛筆かっていうのをですね、皆さんとチェックできればなと思いますので、まあ、今回こちらのイラストにですねちょっとね塗ってみようかなと思います。まあ、このパッケージに書かれてるんですけども、三角ボディで自然に正しい持ち方を覚えられるっていうことで、比較的にですね、まあ、鉛筆の持ち方ってやっぱり小さい頃って慣れないじゃないですか。その時って三角形の形をしたですね、ちょっと見せた方が早いのかな。ちょっとねオレンジ色とか出してみましょうかね。まあ、こういうですね三角形、ちょっとね先端恐怖症の方は申し訳ないんですけど、後ろにしておきましょうか。こういう形のですね三角形になってるんだよね。これがですね比較的に指にフィットしやすい形と言われております。結構ね大人の指でもめちゃくちゃフィットしますので、まあここがですね正直子供用としてはですねめちゃくちゃまあ優しいポイントなのかなと思います。まあ、持ちやすいジャンボサイズということで結構こう太いんですよね。僕が持ってるそのファーバーカステルのですねポリクロモス色鉛筆ちょっとお見せしますね。これはですね、まあ一つ高級色鉛筆と言われておりまして、まあこれ24色入ってですね、定価で買うと、定価っていうか、まああのセール価格とか何もされてなかったら多分8000円ぐらいするですね。めちゃめちゃ普通に高いんですよね。まあこれを比べていただいてもですね、ファーバーカステルさんと細さが全然違いますよね。まあダイソーさんの方がですね普通に太くて、太い方が持ちやすいのかもしれないですね。なんか安定しますし、あとは小さいのってやっぱり子供さんのお手手ってねやっぱちっちゃいので、大人みたいなねこんな大きくはないので、ちょっとね持ちやすい、普通にあの多分ちっちゃい子が持つとここ余るんだと思いますね。大人だと結構あの鉛筆を削っていってしまうとあの使いづらくはなってくるんでしょうけど、もう多分ねこれのサイズでですねちょうどいいんだと思います。まあと正直このジャンボサイズ結構じゃあ重たいのって思うかもしれないんですよね。ちょっとね測ってみましょうかね。僕はですねちょっとね最近ね文房具を測るのがちょっと好きになっておりまして、測らせていただくんですけど、まずはファーバーカステルさんのですね文房具測らせていただきたいと思います。このねまあもうあんまり使われてないので結構ですねちょうどねあのまあ買った時のサイズ感なのかなと思うんですけど、ファーバーカステルで 7g でございます。そしてこれを外してですねジャンボ色鉛筆を測ってみると 5g ですね。そう思うとファーバーカステルめちゃめちゃ軽いなって感じがしますね。まあこちらのですねジャンボ色鉛筆はおそらくこれがですね普通に太いねバージョンだった場合っていうのはめちゃくちゃ重く感じると思います。でもこれがですね小さいサイズなので比較的に安定しやすいのかなと思いますね。まあボールペンとかでいうよく言われている低重心とかね、まあそういう分類にですね入ってくるんじゃないかなと思います。じゃあこちらのですね右側の赤い色鉛筆からですね順番に使っていこうかなと思います。じゃあちょっとね塗っていきますね。ちょっと普通にねあのこれ綺麗に塗るっていうよりもどんな感じなんだろうっていう使い心地を確かめるので、全然あのイラストをですね綺麗に塗るとは思わないでください。では塗ってみます。せーの、よいしょ。あ、全然塗りやすいな。子供用の色鉛筆でね言われなければですね多分全然何もあの正直普通の一般的な色鉛筆と何もね力差ないっていうレベルかな。若干ちょっと薄いのかなっていう気はするけど、力を入れてあげればそんなことないかもね。正直この紙との相性が抜群っていうのがあるかもしれないですね。まあ色鉛筆って僕がねあの今まで使ってきた中で紙との相性で一番いいなと思う
のはツルツルした紙なんですよね。これはですね、あのコピックペーパーセレクションっていう紙にイラストを描いてるんですけども、あとはまあケント紙って言われるですね、僕が一度紹介させていただいた高級ケント紙とかもめちゃくちゃ相性がいいので、おそらくまあそういうので使っていただくと、まあ子供用の色鉛筆さんでも全然ですね力を発揮してくれるかなと思っております。まあでもね、まあ、のべくんと高級ケント紙とかそのペーパーセレクションって言われるのは普通にちょっと高いよねと。やっぱりその小さい子っていうのはいろんなね絵描くから紙がどんどんなくなっていくんだっていう方たくさんいると思うんですよ。なのでダイソーでも買えるようなその紙の質のですねちょっと紙準備しますので、そちらにね書いてみるっていうのが皆さんの参考になるのかなと思います。ちょっとお待ちください。まあ、こちらのですねスケッチブックは、まあ、ドラえもんとのスケッチブックのコラボなのでちょっと普通に高いんですけども、紙自体はですね正直僕はですねダイソーで発売されてるですねマルマンさんのスケッチブックなんですけど、それとですね紙の質っていうのは本当に変わりがないので、ちょっとねこれに関しては僕がまあマルマンさんの社員でも何でもないので、まあ、詳しくはわからないんですけど、紙の質は似てるのでちょっとこっちに試し塗りしてみましょうかね。せーのよいしょ。うん、むしろこっちのマルマンさんの方が濃ゆい色が出てくれてるのかなと思いますね。なんかね力がですねこっちのねコピックペーパーセレクションはめちゃめちゃ普通に力を入れないと綺麗に出てない感じはするんですけど、マルマンさんのスケッチブックの方がお子さんにはですね向いてるかもしれないですね。グワングワンとか書いていただいても正直こっちの方が色がですねパッて伝わってくる気がしますね。ちょっとやってみますね。グワングワンしても、うん、なんか僕がよく言うですね、そのいろんな文房具使ってる時に書き心地が気持ちいいっていう表現したりするんですけども、それどっちがいいかって言われたら僕マルマンさんのこちらのスケッチブックの方がいいかなと思います。マルマンさんのスケッチブックはですねもちろん文房具屋さんでもね購入することができるんですけども、ダイソーでもですね実は発売されておりますので、まあ、300円のものもあれば100円のものも発売されてるので、まあ、僕は100円のものでいいと思いますね。全然そっちをですね買っていただければ、むしろこれもダイソーの商品ですから200円で楽しめると思えば全然 OK じゃないかなと思います。そうだよね、まあ、コピックペーパーセレクション今回ねイラストにですね書いた方が伝わるかなと思ってですねちょっとやらせていただいてるんですけど、紙としてはやっぱりですねマルマンさんの紙に使っていただいた方が僕はですねまあ、めちゃめちゃ参考になったかなと思います。ぜひですね、まあ、安くですね抑えたい方の方が多いと思いますので、まあ、安くで、まあ、楽しんでいただいた方がいいと思うので、ぜひそのようにしてほしいなと思います。赤に関してはですね、まあ、こんな感じだったなっていう印象でございます。ちょっとね次のですね色鉛筆もやってみたいと思います。次はですね黄色やってみたいと思いますね。黄色、せーのよいしょ。うん、全然問題ないですね。これはめちゃめちゃ綺麗に黄色が出てくれてますね。まあ若干ねこの色鉛筆がちょっと固めなのかなと思いますね。まあなので芯とこのですね木の部分がちょっとあの紙面っていうんですかね、紙にですねぶつかると気持ちよくないですね。でも黄色に関してはめちゃめちゃいい色出てくれて、こういう感じでベタ塗りって言われるですね、まあ、僕色鉛筆のですね描き方とかもテクニックとか動画上げさせていただいてるので、結構ねその動画は本当に人気な動画になってますので、よかったらねお時間ある時にでも見てみてください。まあ、こういう感じでですね普通に黄色はめちゃめちゃ発色がいいですね。これちょっとですねダイソーさん、まあ、こちらのですねマルマンさんのスケッチブックだとこんな感じのイメージかな。ぐる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 って書いてみると、まあ、やっぱりちょっとねこっちの丸まんさんの方がいい感じは出てるね。でもなんかねわなんか色鉛筆こんないい色出るのっていうニュアンスで言うと、こっちのねツルツルした紙の方が僕はねなんか一つレベルが上がったような塗り方ができるかなと思います。まあ後でね最後グラデーションとかもやってみようと思うんですけど、おそらくこっちの方がツルツルした紙の方がグラデーションもですねはっきりできるんじゃないかなと思いますね。で黄色はこんな感じでですね、まあ普通に何も問題ないですわ。全然このね100円でこの色鉛筆子供用と言われながらも、ちょっとね子供用の色鉛筆で聞くとさ、あんまり大人の人は手を出さないような気がするんだよね。お子さんがいれば手出すと思うんですよ。全然ねいやちょっと買って帰ろうかなと思うんですけど、なんか素通りしてしまいがちな気がしてまして、ちょっと僕はですね今回ね本当に全然注目してなかったポイントでございましたけども、これ普通にめちゃくちゃクオリティ高いと思いますね。じゃあちょっと次オレンジ色やってみたいと思います。オレンジ色、せーのよいしょ。うん、
めちゃめちゃいい。しかも今ちょっとねペンの持ち方を変えてみたんですけど、こうやってですね持つやり方、まあ、カッターとかこうやって持ったりとか、カッターの本当の持ち方はこういう感じでですね建築学生は学んだりするんですけど、こうやってね切ったりするんですけど、まあこうやって持つ方もいるよね多分ね。こうやって普通にですね塗ってみると全然綺麗に塗れるね。でもねやっぱり力がねちょっと入れにくいかな、まあ、ここがですね支えにくいなっていうのがあるので、もう本当にここにねなんて言うんでしょうかね、ペン先を持ってる感覚になるので、まあ、これがちょっとね、まあ、削っていったら短くなるのでちょっと使いづらくなってくるでしょうけども、今のところオレンジ色もですねめちゃめちゃ発色いいですね、まあ、こういう感じでですね重ね塗りしてもですね全然問題なく、まあ、若干このね芯がね硬いんですけど、ポロポロ落ちるイメージあるかなって思いますね。これはちょっと安さが出てるかなっていうクオリティなんですけども、全然気にしなくていいと思いますね。むしろどん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 やっぱり子供用の色鉛筆なので、もうポキポキ折っちゃって、もうイラストを楽しんでいただくっていうのがやっぱ大切だと思うので、小さいお子さんにはですねどんどん描かせてあげてください。マルマンさんのスケッチブックの方はこんな感じで全然問題なくですね、もう発色に関しては正直どっちもですねもうこれは好き嫌いな気がしておりますので、もうマルマンさんのスケッチブックはもう描きやすいということで、今回ねこちらのコピックペーパーのですね、まあ、残り4色ちょっとチェックしていこうかなと思います。そして緑やってみますね。緑もせーのよいしょ、全然いいわ。緑もですね、まあ、若干薄いかなっていう気はするけど、力入れてあげれば、あ、折れた。普通に大人が力入れるとめちゃめちゃ簡単に折れましたね。こうやって折れるんだけども、なんかね濃い緑っていうよりも若干ね薄い黄緑っていうイメージかな、ちょっと薄めのですね緑と思っていただいた方がいいかもしれないです。まあ、でもね全然いいですね。こういう色鉛筆が好きな方多いんじゃないかなっていうぐらいのですね、本当にいいレベルのねクオリティをしてますね。次青やってみます。あ、青もね普通に濃ゆくて好きです。僕は、まあ、濃ゆいのね7色にちょっと入れるのはもうどうなんだろうとか思いましたけども、僕はね濃ゆいの好きですからね、もう前々から言ってるけどね。でもなんかね色鉛筆とかはやっぱり明るめの色とか使っていただいた方が色鉛筆の良さとか出てくるなとか思ったりするんで、まあこういうのでねちょっと塗っていくっていうのはあるんですけど、普通にこれはクオリティ高いですね。でも大人が使うとねやっぱりどうしてもですね、僕のね鉛筆の持ち方は悪いだけなんですけど、2本指で支えるからここがめっちゃ痛い、ここめっちゃ痛いんで、まあ、普通に持っていただければ、あ、でもそうだな、まあ、あんまねちょっとここ痛いかなって感じですよね。まあ、本当にそういうのを考えなければめちゃめちゃクオリティ高いです。これめっちゃいい。もう安くで色鉛筆何紹介するって言われたら、まあ、100円ショップとかだと僕はですね以前紹介したことがある、確かセリアのですね日本の色鉛筆っていう色鉛筆はマジで神画材ですね。それにですね匹敵するぐらいマジでこれ描きやすいなと思います。そして茶色、茶色なんてめっちゃ綺麗に出てくれてるじゃん。いいね。これ僕普通におすすめします。皆さんにマジでちょっと使ってほしいなと思いますね。見つけてほしい、ダイソーでこの色鉛筆多分あるからね。普通に僕もね何度もね行った時見たことあるので、めちゃめちゃクオリティ高いです。まあねこういうコピックペーパーで今回ね使ってるんで、こういうイメージよりもどっちかというとこっちのイメージでいた方がいいかなと思いますので、まあどっちかというとね力あんまいらない方がこっちのマルマンさんのスケッチブックかなと思いますね。まあ感じて言うんですかね、質感がちょっと若干違うかなっていう印象があるので、まあ、僕と同じ質感にしようと思ったらですね、コピックペーパーセレクションを買っていただくっていうことが一番ね手っ取り早いかなと思います。黒はねこんな感じのですね黒が出てくれて、まあ全然問題なくないですか。どうですか、これ普通に良くない？そして最後にちょっとグラデーションもやってみようかなと思いますね。グラデーションをまず黄色から、まあ、グラデーションのやり方もねさっき言った動画でですね見ていただければいいかなと思います。どうだろうね、比較的簡単なのかな、まあ、グラデーションは正直もっと本数あった方が楽だと思いますよ。なぜかというと、もうペンをねこうやって開けた時、さっきのファーバーカステルじゃないですけども見た感じ、もう最初にね並べられてる状態でグラデーションになってるなと思ったら、もうグラデーション
ションできるんで、これグラデーションどう考えてもね、パッと見できないじゃないですか。なんか全部それぞれが違う色みたいな感じのですね、主張してる色鉛筆になってくるので、これだとグラデーションするのはちょっとね、技術っていうか、技術もそんないらない気はするんですけど、必要かなと思うんですけど、そうなってくるとやっぱ近しい色っていうのはたくさんあった方がいいなと思うと、7色じゃちょっと少ないよねっていう段階になってくるんですけど、まあ、そこを考えるのって正直大人っていうか色鉛筆をたくさん使ってる人だけかなと思いますので、あんまりお子さんにはですね考えなくていいかなと思います。でもうここからね、色鉛筆とかどんどん学んでいきたいっていうお子さんの気持ちにはやっぱ答えた方がいいと思うので、そうなってきたらグラデーションとかのね動画とか YouTube でねたくさん上げられてると思うので、まあ、見ていただいた方がいいかなと思うんですけど、最初はね本当に楽しんだもんがいいので、僕は別にグラデーションねやった方がいいよとか言うのではなく、やっぱお子さんの頭の中をですね本当にもう何だろう、想像のままにね任せてね書いていただいた方が僕はねいいと思いますね。まあちょっとねミスりましたけども、こんなイメージかなと思いますね。グラデーション簡単にね本当にものの数秒で、数秒かわかんないけど数分かかってるかもしれないけど、まあできましたけどね、まあ、こんな感じでツルツルした紙だと、まあ、比較的に2本でも、まあ、グラデーションっぽくはなるのかなと思います。そして丸マンさんの方ですね、ちょっとやってみましょうかね。普通にこうやって塗っていただいて、そしてオレンジも塗っていただくと、よし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 、あーどっちがやりやすいかな、どっちやりやすいだろうか。なんか紙の混ざり具合的にはこの丸まんさんの方がなんかいい気もするな。でもね一つ言っておきますね、ちょっと後で言うわ。ちょっと僕は気づいちゃった点っていうか、まあいいか言うか、もう普通に言います。気づいた点っていうのは、丸まんさんのこの紙っていうのはめちゃめちゃ普通に相性いいと思うんですけども、やっぱ薄いっていうのが一つですね。まあ薄いのって何が嫌かって言ったら、筆圧がめちゃめちゃ映るんですよね。後ろとかによく下敷きとか引かないとボコボコする筆圧って筆跡っていうか跡がついたりするじゃないですか。僕そういうの嫌でして、で色鉛筆とかも特にですね、こういうですね重ね書きしていくとどん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 色って重なっていくじゃないですか。そうなると波打ってくるんですよね。これが僕は嫌でございまして、これね安いポイントだと僕は思っておりますね。まあ今ね2色だけなんでそこまで感じないと思うんですけども、若干感じるかな、ボコってなってるの分かります。でもこっちだとですね全然ボコボコしてないっていうのがあるので、でもここまで正直考えなくていいと思います。ここまで考えることができると本当に皆さんね色鉛筆大好きなんだなと思います。でもここまで考えなくてもいいので、まあ、どっちがいいかって言ったらですね、本当に人によると思う。そこはもう本当に皆さんのですね感覚に任せていいと思いますね。まあ、若干光沢っていうのがちょっとね早いなって思うので、まあ、高い色鉛筆と安い色鉛筆の大きな違いって言ったら、何度重ね書きができるかっていうのが一つ大きなね違いなのかなと思いますね。安い色鉛筆って言われるのはもうね1個2個3個ぐらい重ねてくると色鉛筆つかなくなってくるんですよ。これねたくさんやってほしいんですけども、高い色鉛筆になってくると、もちろんその高い色鉛筆でも種類によっては全然バラバラでございますけども、本当に重ね書きしてもですね全然その上にどんどんね塗ることができたりするんですけど、もちろん重ね書きはですね、まあ、限界が来るっていうのもありますが、まあ、そういうところでね大きな違いが出てくるので、何度も重ね書きができた方が絵の世界が広がるなっていう感覚にはなると思うんですけども、そういうね違いがあったりするんですが、そこまで考えなくても今回のこちらのね子供の色鉛筆はですね、マジでクオリティが抜群に高いですね。これねちょっと僕神画材に認定させていただこうかなと思います。まあ6月入ってですね、まだまだ最初の段階ですけども、普通に描きやすい。でも神画材なんだけども、まあ、正直黒とか、まあ、茶色とか、まあ、青とか茶色とか普通にね色的にはめちゃめちゃいい色出てたんで、めっちゃいいなと思います。まあね色鉛筆って言われたらやっぱ黒とか絶対入ってくるんだけども、まあ7色ならもうちょっと明るめの色あってもよかったなっていう印象でございます。ということでですね、今回はこのような形でダイソーで発売されております子供のね色鉛筆を使ってですね、ちょっと試し書きレビューさせていただきました。皆さんもですねぜひね、まあお子さんがいる家庭でですね色鉛筆使ってみたいとか絵描きたいっていう方は、まあ100円で購入できるので、しかもですね僕的にはこれ紙画材なので、
ぜひ使ってほしいなと思います。まあ鉛筆のですね持ち方も学べて、まあ、太いっていうのもありますし、もう使いやすいのは間違いないと思いますね。まあ、あとは紙のね、質感によって全然違うよっていうだけかな。そこに関してはこのね動画で喋ったことが全てだと思いますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。そしてですね、最後ねちょっとね色鉛筆ならではというか削らないといけなかったなと思うので削ってみましょう。僕はですねもういつも使ってる鉛筆削りはですねこちらでございますね。友達にですねゴマすりをもらったので、このゴマすりで削ってみたいと思います。これさ色鉛筆さ三角形だけどこれで丸じゃないですか。これどういう感じなんだろうね。僕はあんま三角形の鉛筆削りっていうかまず入らないんですけどちょっと待って、皆さん気づきました。これ紙画材、まあ紙画材でいいんだけど、これダメだ、普通に太すぎて入らないですね。これどういう風にするかと言ったら、ちょっとね、まあ、大人の方がやらないといけないんですけど、カッターで削っていただかないといけないかなと思いますね。まあ、カッターで削って、で危ないんで気をつけてくださいね。まあ、削っていただいて、このね芯がね、まあ、出てくるようにしていただかないといけないかなと思います。これ盲点だったわ。普通に鉛筆削りで削れると思ったら太すぎて入らなかったですね。まあファーマーカステルのですね鉛筆だったら普通に入ってこういう感じでですね削ることができるんですけど、これあれだったね。あーなるほどね、色鉛筆太いのだとめちゃめちゃいいなと思ったんですけど、削る時に問題が出てくるんだ。これ僕ちょっとね今回レビューしてよかったなと思います。また新しくですねいい点が出ましたね。なんかチェックするポイントがまた増えたので、ここ大事ですね。削れなかったらさ、これ芯出なくなったらさ、もう使えなくなっちゃうじゃないですか。そういうのも考えて皆さんね購入するか、まあお家にね、まあ、カッターとか多分ほぼほぼあるのかな、どうなんだろう分かんないけど、まあ、カッターとかあれば普通にですね削ってあげるようにしてあげていただければいいかなと思います。まあこの辺でね今日は終わりたいと思うんですが、もっとね色鉛筆のですねどうだろうね、ペンの穴サイズ変えるやつとかあるよね確かね。まあそういうのでちょっと買ってねやらないといけないけども、まあ別にカッターでも僕はいいかなと思いますので、まあぜひどういう風にね削るかはですね皆さんにお任せしたいと思います。ということでですね、今回このような形でですねダイソーで発売されております子供の色鉛筆7色をご紹介させていただきました。またねいつもとは違う感じでですね、もう元々のイラストにですねちょっとね試し塗りさせていただいたので、まあ雰囲気が伝わったんじゃないかなと思います。まあこれからもですね、いろんなアートの世界であったり文房具を使ってですね皆さんと一緒にですねいい体験というか、どん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 画力が上がるような体験をですね一緒にですねしていければなと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。では皆さんと一緒にまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。どんなアートの世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひこの子供用の色鉛筆はですね大人の方が使ってもですねもうめちゃくちゃ楽しめましたので、ぜひ皆さんもですねダイソー行った際はですね、あこれのべくんが紹介してたやつやっていうことで手に取って、もう気づいたらレジに持っていくぐらいの勢いでですねぜひ使ってみてください。では皆さんまた明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you です。バイバイ。